それではですね、ちょっと自己 PR をちょっと1分程度でお願いしたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。かしこまりました。いや、もう自分で考えるんでみたいな人いるかもしれないじゃないですか。なんかそういう人に対してどうアプローチしますか。そうですね、こうやっぱり良かったなと思うのは、とにかくテンポ感が良かったっていうところ、うん、はい、今日は面接にお越しくださりありがとうございます。ありがとうございます。早速なんですけれども、ちょっと自己紹介の方をお願いいたします。はい、レナと申します。ただいま学内ではよさこいサークルに所属しておりまして、そちらで130名のサークルを率いる副代表を務めております。また飲食店でホールスタッフとしてアルバイトをしておりまして、また学外では長期インターンとして動画制作のベンチャー企業で YouTube にて動画配信を行っております。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。よさこいってなんかどういうことをするんですか。そこは鳴子を持って踊る踊りなんですけど、本当にこれは曲奏されて各地のお祭りに参加して踊っています。すごい。それは大学から始めたんですか。はい、大学から始めました。結構みんな大学から始める感じなんですか。そうですね、かなりよさこいは初心者が挑戦しやすい。こういうテンポ感もね、結構あるよね。みんな初心者です、うんうん、なるほど、ありがとうございます。何が聞きたいございます。そのインターンやられてたっていうところで、はい、なんか具体的にどういう動画作られてるんですか。そうですね、就活生向けの情報発信を知ってるくせに、ウィチさん知ってるのにって、今就活生が求めている情報は何かというところを学生のメンバーと一緒にこう頑張っていろいろ考えながら動画を作っています。その動画のっていうのはいわゆる出演なのか、それとも動画の企画だったり。だから結構こういうのも多分聞かれると思うんだよね。聞かれると思う、聞かれると思う。そう、どういう業務内容、その動画のコンテンツの内容を考えるのもそうですし、その考えた動画の中で出演して自分自身で話したりとか、人にインタビューをしたりとかということを行っています。あ、なるほど、よくわかりました。はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっと自己 PR をちょっと1分程度でお願いしたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。かしこまりました。私はとにかく人が好きなんですね。それは私の強みでもあるし、今後も大切にしていきたいことだなというふうに思っています。なんで人が好きなのかっていうと、やっぱり自分が身を置く環境によって自分自身が成長できるなというふうに感じるからです。すごくこう尊敬できる人たちに囲まれていると、私自身もすごくモチベーションが上がって努力することができるので、そういった人が好きっていう気持ちを体現するために、小学校の頃は生徒会に所属していたり、中学校は部活の部長を務めたり、また高校はまあ打って変わってマネージャーという人をサポートする立場になってみたり、そして今は副代表という形で、いつも何らかの人の役に立てるようなポジションに自分自身が追い続けることを意識しています。なるほど、ありがとうございます。やっぱりちょっと短いよね、こういう振り返るところをがこう社会に出て、なんかどういうふうにその自分が活躍できるかみたいな、そういうイメージだったりします。これ同じ質問しました。人が好きだからこそ、その人に対して自分が何ができるのか、その人の課題だったり悩みを解決するために、自分自身がこうどんなアプローチをすべきなのかというところを親身になって考えられるというか、相手の立場に立って考えられるというところにつながってくるかなと思うので、その人が好き、人への興味っていうところが人の課題解決だったり、自分自身がその人に対して何ができるかを考える力につながると思っています、うん、ありがとうございます。なんかこう実際にそういうそのなんていうんですかね、人に寄り添ったことで課題が解決されたみたいなエピソードだったりするんですね。具体例だよね。ここに具体例があるといいかなと思うね。高校の部活のマネージャーの経験だなというふうに思っておりまして、やっぱりプレイヤーが今どんなことに苦しんでいるか、プレイヤーはその競技に対してすごく熱心に真剣になっている中で、自分自身はじゃあマネージャーとして外側からどんな風にアプローチして支えられるんだろうということを、本当に3年間毎日毎日グラウンドに立って常に考えながらマネージャーという業務を行っていたので、そういったところでかなりこう人に寄り添うであったりとか、人が求めていることをこうピンポイントで自分自身が行っている。これでもね、抽象度高いと思う。そうなんだ。ありがとうございます。何かありますか。ちょっと2つ質問させていただきたいなと思って、まず1つ目が、まあ、その人が好きっていうところで小学校からこういうことやってましたとおっしゃってたんですけど、それは本当に気づいたらそういう人が好きだったなっていう感じですか。その理由が知りたいなって思ったんですけど。そうですね、私自身これもね、さっきの光栄くんの学系とかと同じ質問になりまして、そういったところからもうこう初めて関わる人たちと一から関係を築いていくっていうあの流れを何回も繰り返したことがございまして、もうその度にこう自分自身がこう仲良くなりたいというふうに掛け合ったら、みんな答えてくれて、そういったところでこうやっぱり私は人に恵まれて、こういう温かい人たちがいないとこんな人間関係一から作れないなというふうに小学校の頃から感じていたので、そういった幼い頃の経験が人が好きというところにつながっているなと思っています。あ、よくわかりました、ありがとうございます。で、2つ目なんですけど、実際にレナさん以外にも本当に人が好きで人のために貢献したいんだって思う、これはね俺も聞きたかった、本当に多いと思うんですよね。
その中でレナさん自身が私だからこそできる貢献みたいなのって何かあったりしますか？そうですね、こう人が悩んでいることをただ考えるだけではなくて、考えて勝手にアプローチするというよりかは、私は本当に寄り添って話を聞くこともできる傾聴力を持っている人間だなというふうに思っているので、その相手がまずどう思っているかをまず私は推測するんですよね。自分の中で考えて、いろいろ考えてまとめた上で相手に最終確認であったりとか、こうどうしたのという、ここでやっぱ回答が出たのは、俺はやってる時すごいができるかなというふうに思っているので、ただ人のことを考えて勝手に行動するのではなくて、本当にその人の話を聞いて寄り添うことができるのが私自身の私だからできることだなと思っています。めっちゃ考えながらこれ喋ってますよ。すごくそうできるんだろうなって思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんかもうちょっとそのエピソードのところ深掘りたいなと思ってて、まあ、なんか高校の時の僕は具体例が少ないと思って聞いてる、まあ、あの副代表やれてたところで、なんかまたそこでのエピソードとかってあったりしますか？はい、そうですね、やっぱり副代表という立場が代表と何が違うかっていうと、副代表って代表よりもサークルに近い存在だなというふうに思っているんですね。やっぱり代表はたった一人なので、こうある程度威厳があったりとか、まあ、ちょっとこうみんなとは一歩違うような世界に行って、だからこそ尊敬されるし、その人についていこうと思える。で、逆に副代表っていうのはとにかくもうみんなに寄り添って、みんなの課題を一番近くで解決して、本当に頼れるお母さんのような存在であらなければならないなというふうに思っているので、私はもうみんなにママって言われるぐらい本当にこうみんなのことを、これ面接で言ってる、言ってます、実際に言ってます。周りに何て言われるのって言われたら、そう言います。人に寄り添うっていうところは大学のサークルにおいてもすごく生きているなと思っています。なんかもうちょっとこう、ごめんなさい、結構抽象度高いなと思ってて、今の話はなんかもうちょっと具体的に、まだ俺抽象度高いと思ってるさっき言ってくださった強みで解決しましたみたいな話があれば聞きたいなと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか？はい、そうですね、やっぱりこうサークル員によってはこうどうしてもサークルに来るのが億劫になってしまったりとか、あとは他のことに頑張りたいんですけどどうすればいいですかっていうふうに相談して、そうだね、この流動だね、この流動だとね助かると思う。だからこう来いよっていう方針ではなくって、あ、頑張りたいことがあるんだね、それは応援したいから、じゃあサークルの例えば振りを覚えるのであったりとか、みんなとの練習とのギャップができてしまうかもしれないけど、そこをどうやって埋めていこうかっていうところを本当にこう対面で一対一で話し合って、じゃあその後の何月何日にどれぐらいまとめて期間を設けて、あなたはそこで練習しようかというように、こう具体的に相談して、その子のこうそこにとって一番サークルで過ごしやすくって、他のことも両立できるようにというふうに日程を調整したりというふうな話し合いに乗ったことがありまして、そういったところでもこう寄り添うというか、人の話を聞くっていうところはすごく生きているのかなと思います。ありがとうございます。とはいえやっぱりなんかこう、まあ、こういう、まあ、こういう人もいるかもしれないみたいな例を言うんですけど、なんかいや、もう自分で考えるんだよみたいな人いるかもしれないじゃないですか。うん、なんかそういう人に対して、これ厳しいですね。これいい質問で絶対聞かれる。多分すごく自分の意思が固くって、いや自分はそのサークル行きませんであったりとか、自分はこういうスタンスでやっていくんでっていう人ももちろんいるかもしれないんですけど、そういう時はこう、あなたはじゃあなんでこのサークルに入ってくれたのっていうところから突き詰めていきたいなというふうに思っておりまして、ここは多分考えて喋ってるなと、団体競技をしようってなったからには、こうみんなの中でやっていく意思があったはずで、まあ、そういったところでその最初の自覚があったのかどうか、本当にこのチームの中でじゃああなたはやる必要があるのっていうところをしっかりとこう本人と向き合って、そこの話を引き出した上で、こうそれでもどうしても自分はこうありたいんだっていうふうに言うのであれば、分かった、それは応援するから、やっぱりこう団体に合わせる努力もしようかっていうような掛け合いをするかなと、そういった人に出会ったことはないんですけど、私だったら言うかなと思います。ありがとうございます。ちょっと私ばかりで何かありますか？今までの話聞いてて、本当にいろんな方と関係を持って仲良くできるんだろうなと思って、まあ、その反面逆にレナさんがこういう人は苦手だなとか、例えば仕事でこういう人とは一緒に働きたいなみたいなものがあればお聞きしたいんですけど、どうですか？そうですね、やっぱりこう私はすごく主体性であったりとか、何かに対して努力をできる人がすごく大好きなので、まあ、その点においてはこの主体性、積極性に欠けていたりとか、まあ、ただただこう受け身の姿勢で、まあ、こう与えられた仕事を淡々とただただ無意識に無目的にこなしている人を見ると、あ、もうちょっとこうやる気出したらもっとやりがいがあるのかもなというふうにちょっと残念に思ってしまうことはあるかなと思います。ありがとうございます。ちょっともう一つ追加で聞きたいんですけど、さっきのお話に付随して、まあ、その後輩だったり他の人のいわゆるサークルメンバーの方との対応を、まあ、レナさんなりに親身にやりましたと。でもその上で、でも例えばリーダーだったりそういった方が、まあ、言ってることも、まあ、いろいろある、いわゆる
この日までに何かをやんなきゃいけないとか、なんかそことの兼ね合いとか、あのいわゆるリーダーとの兼ね合いみたいなのってなんかどういうふうに対応されるんですか？そうですね、やっぱりこうリーダーであるからにはもちろんそのそういった締め切りであったりとか、これは必ずやらなきゃいけないよっていうところはサークル員に徹底しなきゃいけないなというふうに思っているので、まずはもちろん自分自身が何かの締め切りを守ったりとか、ここも考えてしまってる、めっちゃ考えました。ちょっとこれはね、質問の仕方が単純にちょっと難しかったです。ちょっとそうね、それはあるかもしれない。こう私的にはこう厳しくこれをやりなさいっていうよりかは、あのみんな分かったから、あのこういうふうにやろうよっていうふうにこうちょっとポジティブにというか、自分自身が姿勢を見せながらもそこについてきてもらえるようにというふうに考えているので、そういった締め切りとかもちろん声をかけるんですけど、みんな忙しい中いつもありがとうね、だけどこれこれと締め切り迫ってるからこれこれやってねっていう形で、こうみんなに感謝だったりとか、みんなの立場への配慮も忘れず、なおかつ言うことは言うというようなリーダー像を目指してはいます。大変よくわかりました、ありがとうございます。ちょっとこの質問最後にしようかな、あこの中の質問ちょっと最後にしようかなと思う。さっき苦手な話っていうのが出たと思うんですけど、苦手な人に出会った、苦手な人かっていう話だと思うんですけど、苦手な人に出会ったらどう？ここやばい、ありがとうございます。これやばい、回収していただいて、回収。私自身はまずこう思うんだけど、でもあなたはこうだよねっていう、その人の人の立場をまずは理解しようとするというか、あなたはこういう考え方をしてるんだよね、まあ、でこの回答には一貫性があるで、なんかそれで、でも私はこうこうこうしたいんだけど、私はこうこうこうしてほしいんだけど、あなたはどうするってまず相手に投げかけて、まあ、その返答でどうしても自分と同じか、怖えマジで嫌だな俺。えそうこれどういったらこんぐらいか、少しでも向こうが歩み寄ってくれそうだったら、あありがとう、じゃあ私もちょっとあなたの考えに合わせるから一緒にやっていこうかっていう形で、こう一緒になってやろうとするような姿勢を持つかなと思います。ありがとうございます。なんとなくよくわかりました。じゃあちょっとこれ最後の質問にしようかなと思うんですけど、なんか急に聞かれてびっくりすると思うんですけど、あの100万円渡されたら、これ本当さ、やだもう100万円渡されたら、まず多分7割ぐらいは貯金するかなと。どんな意図があったんですかこの質問？将来のために貯金で、あとはそうですね、かなりこう親にはお世話になってきたなと思っておりますし、こう出世払いでとかちょっと親にも冗談で言われたりとかはするので、まあ、万が一もらうことができたなら家族旅行に行って自分自身ももちろんリフレッシュしつつ、まあ、家族に恩返しするかなと思います。ありがとうございます。ちょっと貯金なんですけど、ちょっと多いなと思ったんですけど、なんでそんな貯金しようと思うんですか？なんか急にパッて渡されたら結構使っちゃってもいいのかなと思ったんですけど、そうですね、自分自身が、まあ、その現状大学生活でかなりサークル等の出費に痛いところを感じているということもあって、これは本当に今の事実でどういうふうに暮らしていきたいかって思った時に、やっぱり貯金はどうしても重要だなとは思うので、まあそうやってこうたまたま渡されてたお金であればなおさら、こうせっかくなら貯金しておこう、その今自分自身の出費が痛いからこそせっかくなら貯金しておこうかなという考え、現状の事実をベラベラ喋っちゃいました。レナさんがいろいろ貯金だったり将来のことを考えた上で、人生を通じて成し遂げたいことって何かありますか？そうですね、こうまだ具体的にどんなお仕事でどんな人にどういうふうにアプローチしたいっていうところは決まっていないので漠然とはなってしまうんですけれども、私自身が社会にとって存在意義のある存在価値のある人間でありたいなというふうに思っておりまして、やっぱりこう企業の回答は良かったね。そこでその企業の一員として働くっていうのはすごく、なんかちゃんとね、今はまだ分かんないけどって前提があるの、たった一人のレナだから任せられる、この人だから頼ろう、あこれあの人ならできそうだなというふうに周りに思ってもらえる、そんなふうな存在価値のある社会にとって存在意義のある人間でありたいなとすごく強く思っています。はい、かしこまりました、ありがとうございます。はい、大変よくわかりました、ありがとうございました、はい、今日の面接これにて以上になります、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまたフィードバックをしていこうと思うんですけども、次はレナちゃんの方になります。でレナちゃんの良かったところは、まあ、これもさっき小江君にも言ったんだけど、あの一貫性があったってところはすごくそうかなっていうふうに思って、やっぱ傾聴力があって人を助ける、人を助けることができるよ、人に寄り添えるよっていうところは、あのすごく一貫してお話できてたかなというふうに思います、まあ、あとはやっぱりこう聞きやすいっていうところは結構でかいかなと思ってて、やっぱこうお話も小江君と比較するとコンパクトにお話できてるっていうところはあるので、まあ、そこは非常に良かったのかなというふうに思います。でもうちょっと直せるかなっていう部分は、まあ、これはちょっとね、あのこれすっごく分かりやすい、正直レナちゃんは面接してるからこそ分かりやすい部分が出てて、それ何かっていうと考えてるときね、これもうめちゃめちゃ分かりやすいです。もう最初に結論が来ないときは、あ絶対考えてるんだろうなっていうのももう伝わってしまうの で、そこでだいぶ印象変わっちゃう可能性はあるので、
でもさ、考えないと喋れないじゃんっていうのはそうなんですけど、そういう時何すればいいかっていうと、まずは結論を頭に持ってくるんだっていう意識を持ってから喋り始める。これが答えですっていうのを しっかり言ってあげるっていうところ、そっから考えるでいいと思うので、まずは結論を持って聞いてあげるっていうところをもうちょっと意識してあげると良くなるかなというふうに思いました。ミツどうですか？本当にその通りだなと思って、あとやっぱり良かったなと思うのは、とにかくテンポ感が良かったっていうところと、あと反応の良さ、そのなんか100万円もらったらって時にみたいな感じで言ってたのが、僕はすごい砕けた感じでものすごくいいんじゃないかなっていうふうに思ってました。で、まあ、一つなんかそうだね、これから意識してほしいなっていうふうに思ったことは、まあ、その具体性と抽象性の2つをちゃんと考えてほしいなと思って、まあ、その荻田もめっちゃうなずいてくれてるけど、でも本当に大事だなと思って、まあ、その物事を何かに取り組んでましたとか、強みはこれですってなった時に、まあ、より具体的なエピソードはこれで、その中に自分の中でこういう風な考えがあってみたいに、どん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 具体性を持っていくっていうのも大事だし、逆にその僕が質問したみたいに、それをなんでレナさん、レナちゃんがやる必要があったのかとか、そういうふうに、まあ、なんて上から下と下から上みたいに、そのなんか両方の流れで考えて、でかつ、ね、そういうところも面接官ものすごく気になるところなので、その2つ考えていくと、もっとね、多分もっともっと一貫性が出る面接っていうか、それになるんじゃないかなというふうに思っています。はい、こんな感じです。エピソードの部分は私も結構具体、もうちょっと具体的なものをくださいって聞いてたけど、あれはやっぱりこうまだこう説得力がない、納得感がないなと思って聞いてるので、まあ、そこはもうちょっとエピソードで補完できるとよりいいかなというふうに思いました。ごめんなさい、これも言わせたんですけど、自己 PR の部分、私は人が好きですは PR になりにくいかなと、ごめんなさい、正直思います。そこはなんかいろいろ言い方あると思ってて、まあ、普通に傾聴力ありますとか、でそれは人が好きだからですみたいな、そういう風に言い換えることもできると思うので、自己 PR として人が好きっていうのはなんかこう単純に自分の特徴を喋ってるだけになっちゃうので、そこはちょっと弱いかなっていうのは、まあ、これを話してて思ったところ、正直なところになるかなというふうに思います。まあ、とはいえ結構その面接の中のお話っていう部分はしっかりできてたので、そこはまああまり気にはならないかなとは思いつつも、ちょっとそこは気になったよっていう感じでした。やはり具体性っていうところはおっしゃってくださったかなと思うんですけど、やっぱり自分の人間性だったり考え方を伝えることに必死になって、それを裏付ける根拠というか、そういった自分の経験をまっすぐに持っていくっていうところができていなかったなって私自身も見返して思ったので、今後はそういったその自分の考え方だったり人間性にどういった経験が結びついているのかっていうところも全部ひっくるめて、一貫性を大事にしていけたらなと思いました。ありがとうございました。はい、それじゃあお二人ともお疲れ様でした。ありがとうございました。で、2人と本当によく喋れてたと思うので、まあ、これからもうちょっと練習を積んで頑張ってほしいなというふうに思います。メキャリではですね、こういう模擬面接等もちょっとラインアット等でやっていこうかなというふうに思っておりますので、ラインアットへの登録まだの方はですね、概要欄か QR コードからどしどし友達登録してもらえると嬉しいなというふうに思います。またですね、こんな企画してほしいなどありましたら、ぜひぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。この動画をいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで30秒だけ告知です。ぜひメイキャリの LINE アットへの登録をお願いします。すでに内定をしている24卒の先輩が ES 添削や面接の練習など完全無料でサポートしているんです。変な勧誘とかもちろんありませんのでご安心ください。なぜこのサポートを始めたのか説明させていただくと、先輩たちの ES が見られるサイトはたくさんありますが、正直 ES が似すぎてしまって全然差別化できていなかったり、登録したらいろんなサービスから勧誘が来たといったことが本当に増えているので、正直ビジネスとして成り立つのかは分かりませんが、このサポートを始めました。こんなサポートをしてほしいということがあればぜひお気軽に連絡してください。 ES 添削はその日中に帰ってくるので本当に便利ですし、メイキャリに出ていただいているような有料企業限定で特別選考に招待したりといったことも企画しているので、ぜひお気軽に登録をお願いします。